はい、ということで今回もやっていきたいと思います。どうもラルでございます。ということで今回もですね、スマホ版にゃんこ大戦争の方やっていこうかなと思うんですけれども、今回ですねそろそろやらないとまずいかなと思いまして、今回ですね新レジェンドの方ねやっていこうかなと思います。ということで鋼鉄スポーツジムですね、今回やっていこうかなと思います。でそうですね、これ途中からかな、3,4,5,6 ということで、あ、これで終わりですね。なぜか最後のステージだけ残してあるんですけれども、まあ いやとりあえず今回こちらのステージやっていこうかなと思います。でとりあえずちょっとね軽く編成の方をね、組んで、とりあえずちょっとね挑もうかなと思うんで、一旦ちょっと編成の方をね組んでこようかなと思います。はい、ということで、大体ね、このステージ何が出てくるかね、もう先に把握してしまってたんで、まあ、とりあえずこれでどうかなっていう感じでやってみようかなと思います。またね、無理だったらまた編成の方を変えてね、試行錯誤して、またちょっと挑戦していこうかなと思うんで、よろしくお願いします。じゃあ、とりあえずやっていきましょう。レイクサイドブートキャンプいきまーす。通信さあ、ということで、どうだろう、サクッとは倒せないとは思うよね。でそうだね、メタルコアラッキョっていうのがね、もう今回初めて、対面するんで、まあ、どんなもんだかっていうところがちょっと怖いところかな。で取り巻き自体はそんなに多分ねそんなにっていう感じがするんで、まあ問題はそうだな、あーメタルコアラッキョがねちょっとね本当にねわかんないんで、まあとりあえずやってみてって感じかな。で波動の方はねバンバン出してくると思うんで、まあとりあえず猫タコの方もね、常時出しながらって感じかな。でとりあえずね一応今回ねサクラの方ね試運転がてらね、入れてみました。ついねこの間ね、実装されたんですけれども、まあとりあえずこれでやってみよう。さあこれで勝てればいいんですけどもね、どうだろう、お財布はまあそんなにレベル上げなくてもなんか大丈夫な気がするんで、よしこのままやっていきましょうか。もうじきなんか来そうな予感がするね。あ、来た来た来た、こいつだこいつだこいつだ。はい、ということで、うわすごくないこれ、いやいかつすぎるんだけど。いや本来だったらもっと早めにねご対面するはずだったんですけど、あ、え、早っ。もう終わり、嘘でしょ、待ってめっちゃ構えてたんだけど、そうでもなかったな。いやーマジかよ、もうちょっとなんかさくらが活躍するところ見たかったんですけれども、マジか、そんな感じで終わりましたね。なんか今回ね 2,3 回ぐらい負けて、このステージだけでねなんか1本動画の方が終わってしまうような予感がしたんですけど、そんなことなかったですね。じゃああれかな、引き続き次のねなんだっけ、ステージ多分あれかな明星大きいの島かな、あれが多分次だと思うんで、まあ、それを軽くちょっと何ステージかやっていこうかなと思います。今後ちょっとね、新レジェンドも本気でやっていきましょう。はい、ということで終わりでございます。はい、終了でございます。いや何だったんでしょうね。はい、以上ですね。よし、ということでやっとですね、鋼鉄スポーツジムの方をね、抜けられたんで、次明星沖の島ですね、こちらの方ちょっとやっていこうかなと思います。ということでそうですね、まあ、これもちょっとね、初見でやると死にそうなんで、まあ、軽くちょっとね敵キャラをね、ちょっとリサーチして、適当に編成の方を組んでねやっていくんで、少々お待ちください。どうしよう。こうするとダメな気がするんだけど。いやー、わかんねえ。まあいいや、ちょっととりあえずこれでやってみますかね。これもうなんか確率にもう負ける気がする。まあいいや、とりあえずですね、カレー彗星ですね、やっていきたいと思います。いきまーす、出陣。さあ、ということで、初っ端から飛ばしてくるな、これ。いやー、待って。で、これ、どのタイミングで出てくるの？そこが、あー、もう来たんだけど、早いよー。待って、ちょっと、早いんだけど、OK。じゃあ、このままちょっとね、あれですね、キャスリ出します。はい。
で、クルタ君がいっぱい来そうな予感がするんですけども、一旦これで様子見ますか。あー、ちょっと待って、レッパーを放って、レッパーを放つとかなりありがたいところなんですけども、頼むよ、カスリン。で、この後何が来るかわかんないんだよな。どういったそのね、流れで来るのかが。あー、イルカとね、中井のね、ちょっとコンビがね、やばいんで、よし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 、オッケー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 。これが調子いいんだけど、こっからなんだよね。どうしたらいいかな。あー怖え。よし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 、今のところはなんか大丈夫なんだけど、この後がどう来るかがちょっと そういう感じで来たの。あーマジかよ。うわめんどくせえ。うわめっちゃめんどくせえんだけど。いやー何これ、ひどい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 よこれは。これはあれかな、スローフォーの方が良かったね。まあいいや、とりあえずこんな感じで様子見ましょうかね。まあ意外とちょっとレッパの方がやっぱり、いい感じになってるんだけど、あーすげえ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 、待って待って待って、これは手に負えないよこれは。いやー微妙だな、この編成もうちょっと、もうちょっとこれいやらしいなこれ。あでもなんかすごいいい感じなんだけど、どうだろう。あでも、お倒してる倒してる倒してるんだけど、フグタがちょっとお前が厄介なんだよね。えガオも消えたんだけど、いやーマジか。オッケー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 、よし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 、この調子だったら、あキャスリーが消えた、まずいなこれ。とりあえずあとはあれですね、パーフェクトと、もう普通にこの古代猫でなんとか乗り切ってみましょうかね。あなんかでも、あーまた来たよ、もうこれ以上来ないで。キャノンブレーキがちょっと逆にあだになってるのがね、厄介なところ。ミスったね、こういうね敵に関しては良くないね。まあいいや、あーいろいろ来てるけど、でもまあキャスの方はもう少しでねもう出せそうなんで、このままちょっと、様子見ましょう。え無限じゃ、あやばい倒しちゃった。オッケー、無限に出てこないもんね。これが多分切り抜けられれば多分問題ないと思うんで、よしオッケー、キャスリー投下でございます。わ本当にここでね、レッパー持ってるキャラクターでかいね、なかなかですわ。よしということでね、もうここまで来ると本当にもうねきついよ。オッケー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 、よし。OK。こんな感じで、どうですか？もう見ていくしかないよね。あ、イルカ。イルカ娘が、あなたちょっとね、厄介なんだよね。これもちょっと、OK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 。このままゴリ押しできそうじゃない？いやー、新レジェンド怖え。怖えよ、マジで。これが本当にあるからね、なんともね、あれなんですよね。やばい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 。はい、フグタ。よし、OK。フグタが倒せて、よし、これで大丈夫じゃない？よかった。うわー、でもまだあと残り5ステージあるよね。この、明星沖の。うわー、長えぞ、これは。いやー、ということで、とりあえずなんとかクリアできたんでよかったと思います。不安ながらもね、クリアできたんで。うわー、今後これが続くって考えると、ちょっと本当に不安でしかないんだけど。よし、終わった終わった。次だね。よし、ということで、とりあえず実験的に、こんな感じでね、もうほぼほぼレアキャラですね。まあ、ウィルノーンはね、いつも通りニャンコンボなんですけれども、ちょっとこれでやってみようかなと思います。で、次のステージがですね、これでございますね。イカロスの本能ということで、ちょっと待って、スタミナ、オッケーオッケー、回復できたね。もうこれでもうぴったり終了なので、まあ、とりあえず勝っても負けてもね、これで終わりということで、まあ、とりあえずやってみようかなと思います。じゃあ行きましょう、出陣。さあ、ということで、なんか不安だよ。もうさっきのステージ全く、お、広いね。オッケー、広めですね。で、ワーニネーターが結構出てくるんだよね。めちゃめちゃ出てくるんで、もこいつ自体はさほどっていう感じがするんで、とりあえずまあ、キョンシーを投下しまくってって感じかな。で、それでね、まあ、いろいろね、あ、来た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 。これどういう順序で出てくるかわからないんだけど、とりあえずまずですね、いやー、ブンブン来たよ。オッケー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 。オッケー。で、とりあえず、まあ、このままなんとか、まあ、この下の段のキャラクターを出しながらって感じかな。マキシマムはまだっていう感じな気がするんで、まあ、これもちょっと様子見ながら、強い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 。オッケー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 。下の段のキャラクターだけでなんとかこと足りるかな。カメラマンよ、頑張ってください。頼みます、本当に。おー、オッケーオッケー。ワーリー時代そんなきつくなかったな。まだ大丈夫だね。オッケー。とりあえずカメラマンひたすら投下して、うわーそういう感じ、まずいぞこれ。うーわーちょっと出しすぎだよこれは。早くちょっとブンブンが倒せないと。どうしようかな。いや、もうなんか貝出しとこう、とりあえず。で、あとは、イノシャシ来たんで、マキシマムもちょっと出しながらって感じかな。お財布がちょっと厳しくなってきたんで、ちょっと早くワーニー見えた。これ、ワーニーが来ないと。ちょっとお財布は回復できませんが。
このままとりあえず、オッケーオッケー。イノシシ自体は多分そんなにね、あれなんで、多分すぐ倒せるかな。あともう一回ロックバックですね。倒せれば、なんだ、あ、べべ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 、黒来たぞ、オッケー。よし。これで大丈夫かな。ブンブンがそろそろ倒れてくれないと困るんだよね。そうするとね、ちょっと黒が追いついた。やべ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 。で、次、最後、イノエンジェルが多分ね、来ると思うんだよね。あれが一番ね、厄介なんだよな。ちょっとね、よし、オッケー。普通のブンブンが倒れたんで、あと、あ、来た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 。いやだ、ほんとにこいつね、あんま好きじゃないんだよ。音楽家みたいな髪型しててよ。まあいいや、とりあえず、これが倒せれば、今回いいんじゃない？収穫ありだと思うよ。いやー、よしよしよし。今回メタルコアラッキューがね、なんか一番の目玉かなと思ったんだけど、目玉が一番サクッと倒れてしまうっていうね、あれだったんで、あ、でも、今のところ調子良くない？ほら、大丈夫そうかもしれない。イノエンジェルが見えないんだけれども。よし、オッケー。いやー、ほんとになんか緊張しすぎて顔めちゃめちゃほてってるんだけど、すごい、リンゴのほっぺみたいになってるよ。やばい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 。よしよしよし、イノエンジェル倒れるの早くない？こんな早かったんだ。オッケー。ということで、いや、いいね。レアキャラが輝いてるよ。よーし。来た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 。なんか最近、なんかね、便乗した、なんかね、ああいうネタをばっかの動画上げてたんで、実況っていうね、実況最近まともにしてなかったんで、いや、俺本当にもうなんか、フレイ自体がさらに下手くそになってるかなと思ったんですけども、まあ、とりあえず、勝てたんでよかったと思います。ということで、また今後ね、まだまだ新レジェンドがたくさんあるんでね、まあ、本当にね、もう、まあ、このね、緊張感を保ちながらやっていこうかなと思います。はい。ということで、とりあえず、これで終わりでございます。そうめす、です。はい、終わりです。はい、ということで、今回はですね、めちゃめちゃ久しぶり、何ヶ月ぶりかな、新レジェンドそろそろちょっとやらないとまずいなと思いまして、今回新レジェンドステージですね、鋼鉄スポーツジムの最後のステージと、あとはですね、明星沖の島の、2つのステージですね、とりあえず今回はやりました。で、次回ですね、まあ、早めにちょっと収録もしたいなと思うんで、またね、引き続きの、まだ続きのね、なんだ、次は、これですね、虹の橋の通行料ですね、そっからまたね、実況やっていこうかなと思うんでよろしくお願いします。ということで、ね、まあ、こんな感じでやっていくんでね、いやもう本当に早めにちょっと新レジェンドもね、制覇できればなと思うんで、次回も見ていただければなと思います。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。うん。